はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい先日のですね、歯科口腔外科の通院でですね、粘膜が焼ける思いをしました。地獄でしたね。いや、焼けたんちゃうかなってね、こう思うぐらいに、こう口の中がね、うわーっとこう熱くなったんですよ。まあ、というのもですね、まあ、左の奥歯がね、虫歯の治療中でですね、5週間連続の通院だったんですけども、その白血病の僕ね、治療のためにですね、骨髄移植をしまして、その骨髄移植の副作用を抑えるために免疫抑制剤をね、飲んでるんですけども、その骨髄移植をしたことと、免疫抑制剤を飲んでる関係で歯がね、脆くなってしまうんですよ。それ以外でもその口の中のね、粘膜障害が出てきて、ひどい口内炎に悩まされてます。でその、ね、粘膜障害の影響でですね、口の中には、唾液腺というね、唾液が出る穴があるんですけども、その穴がね、潰れてしまって、粘膜障害でね、粘膜がただれて潰れてしまって、唾液が出にくくなっていて、口の中がね、すごく乾燥してしまいます。で、さらにですね、虫歯になりやすくなって、免疫力の低下で今度はね、カビも生えてきます。そんな感じの症状でね、まあ、特にその今は左の奥歯の虫歯の状態がひどくて、歯科口腔外科に、5週間連続通院していますいました。で、ほんでね、昨日なんですけども、その待合でね、この待ってる時にですよ、名前をこう呼ばれて、助手さんから呼ばれてですね、まあ、そのまま椅子にね、施術室にね、案内されて座って、で、まあ、先生の問診が始まってですね、治療を始めるのに椅子を倒しますとね、ウィーンってね、こう椅子倒すんですけども、ほんならその僕の右に先生、左に助手さんがいてるんです。でその左にいた助手さんがですね、僕にね、眼鏡外しておきますかって言われて、で僕は、あ、このままでいいです、かけときますって言ってたんですよ。で僕はいつも眼鏡をしたまま、まあ、時にはその携帯を取り出して、内側カメラにして、自分のこの施術をね、こうあーって口開けてる時に見ようかなと思ってこうカメラ撮ったりするんですよ。でそれをするには眼鏡がね、なかったら何のこっちゃ分からへんから見えへんわけですよ。っていうのがあるのに、まあ、それは伝えてないんですけども、そのこのままでいいです、かけときますって言った途端に、その助手さんが眼鏡をね、こうスッとこう外しよるんですよ。外しよったんですよね。で僕はそんなのもあるし、でただでさえ視力悪い人って分かると思うんですけども、見えてなかったら不安じゃないですか。すごい不安なんですよ僕。もう目はつぶってたら別に構えへんんですけど、目開いてるのにぼやけて見えへんっていうのはちょっとなんか嫌なんですね。だからかけときたいなと思ってるのに、眼鏡をこうスッて外されて、ちょっとかけますね。眼鏡をスッて外されたんですよ、ほんまに。もうほんま、いや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 、話聞いてたってなって、で、まあ、その女子さんはね、何も言わずにその僕の眼鏡をね、取って、眼鏡をこう閉じて、ここをね、こう閉じて、そのうがいするコップの横にね、こうスッてこう置いたんですよ。もうね、びっくりしました。ほんでこうタオルね、タオルこれはちょっとトイ・ストーリーのタオルなんですけども、タオルをこう取って、僕の顔にね、目隠しをするんです。こうやって口だけ出して、こうやって口だけ出す状態にして、
タオルをねかけられたんですよ。なんか美容室でシャンプーする時もねこうやってするんですけども、まあ美容室によりますから、まああれなんですけども、ちょっとそれ置いておいて、でまあその隠されてから、先生の施術が始まりました。先生もね普通にその僕いつもね眼鏡かけてながら携帯で見ながら、で先生も見えにくかったらこうピッてこうね口こう開けてくれたり、あのちっちゃいあの鏡ついてる棒あるじゃないですか、あれでねこうここですよ言うてこう見せてくれたりするんですよ。そんなもあるのに今回はそれができなかったっていうちょっと悔しいのがね残ってるんですけども、まあそのねまあ今回の治療の話に戻るんですけども、そのまあ左の奥歯の治療のね今回は続きと、まあ他にね軽く虫歯になってるところね悪いところがあるからそこも削られると思ってるから、あまた麻酔2本ぐらい2種類かをして、まあ、痛くないようにねこうしてもらえるんだろうなってこう思ったんですよ。そしたらね、麻酔なしで先生がね削り始めたんですよ。痛みが来る恐怖でビビるわけじゃないですか。え先生麻酔今日せえへんの、このまま削られてたらさそのままなんかこう患部に触れたら、患部なんですけど、痛いところに触れたらめっちゃ激痛走るやんって思いながらねやってたんですけど、まあ、今回はね削られること自体の痛みはね全くなかったんですよ。なんかわかんないですけどね、今回はねいけましたね、全く痛くなかったです。多分ね、まあ、先週はまあ点検だけで、その前やからその2週前か2週間前ですね、その2週間前の通院でこの左奥歯の神経をもう抜いてもらってたんで、この削る痛みっていうのはなかったんですよね。イエーイって感じなんですけども、まあ、しかしその後にねこうまあ削られてるからぽっかりと穴が開いてるんですけども、そのぽっかり開いた穴の歯の中にですねこう何かをこう突っ込まれてこうグイ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 押された瞬間にですね激痛が走ってもうあーってこう叫んでしまいました。まあでもそれがね何回か続いたんですよ。で何回か続いて先生が痛いかこれも痛いですかってねこう何回かこうそのやり取りを確認されて、何のために押されたのか分からんままねそのまま治療は進んでいきました。でもそしてねその次はねその患部の消毒のためにね消毒液をね入れていくんですけども、それが溢れたんでしょうね。歯茎がねすごい痛くなってきて、まあ、熱くなってきてね、でその液体が今度はその舌まで溢れてきて、もうまたねあーってこう叫んでしまったんです。でそっから体にこう力がグーって入って、まあ、口は開いてますけどもあーってこう力が入ったままね震えが止まらなくなって、で、あ、起こしますねって言って起こされて、で、うがいをして、で、また倒されて、その続きで消毒液を入れられながら、で、痛くてまた叫んで、で、起こされて、で、うがいをして、で、ようやく3回目か、3回やったんですよ、消毒をね。で、そのようやく消毒が終わって、で、蓋をしてもらって、で、まあ、起こされて、またうがいをして、でまたそのうがいをしてねこうもう結構なうがい結構な動いてないのに結構長いことうがいをしたんですよ。こうコップに水を入れてこう飲んでブクブクペーで、そのブクブクペーしてる間にまたコップに水入れておいてたまったらまた含んでブクブクペーでまたブクブクペーってこれ何回かやったらやっと痛みがちょっとね和らいできて、和らいできたなと思ったらその何、ね、口の中がねプールの塩素の匂いがねしたんです。もうなんでやろ、消毒液でこんな味なんかこんな匂いなんか、そらなんかプールに使う塩素の匂いのようなするような強力なやつだったらそらこんだけ粘膜も痛くなるわなって思ったんですよ。粘膜がただでさえただれてんのにですよ、もうねそんなところにそんな消毒液やったらそら痛いがなってこう思うんですよね。でまあねそんな状態だったからね、まあ、しばらく何もできずにボーっとしてたら先生もその光景を見てたんですよね。しばらくはなんか声かけたらあかんのかなみたいな感じのなんかそういう張り詰めた空気になったんですよ。でまあぼーっとできずにしてたらぼーっとできずにじゃないな、しばらく何もできずにぼーっとしてたらやっとねその助手さんがね
メガネかけてもらっていいですよってメガネ返してくれたんですよ。このタイミングは別にいらんねんけどなとか思いながら、まあそうね、返してくれたんですけども、でまあ施術時間はですね、椅子に座ってからね、2時半からの予約だったんですけども、呼ばれたのがまあ2時40分かで、40分やって、で時計をパッて見たらね、3時だったんです。だから20分間の治療でした。まあ、今回ねしてもらった負担もめっちゃ柔らかいやつなんですよ。今もめっちゃ柔らかいんです。で、まあ、すでにね、ポロポロとその削れて剥がれ出しててですね、まあ、昨日の治療が始まる前よりも今ね、穴がね、すごい深い穴が開いてる状態なんです。でも舌でねこう触るとですね、削られた穴の形が分かるぐらいの穴を今してます。で、まあ、今回はその左の奥歯だけやったんですよ、治療はね。で他のね虫歯はねしてもらえませんでした。してほしかったんですけどね、まあ、先生も時間の都合かなんか分かんないですけども。で、まあ、それでね、新たな悩みが出てきた、その右の奥歯の、ね、側面にもねちょっとね穴が開いてるところがありまして、まあ、それを一応ね報告したんですよ。先生がね、黒くなってないので、まだ虫歯としてはそこまで進行しないので、まあ、それよりも先に、まあ、しないといけない虫歯が他にもね多々ありますので、まあ、順番にやっていきますとね、もうまだまだ時間がかかるってことをねアピールされました。まあね、その口内炎と過敏に関してはね、まあ、少しはマシになってきてるので、まあ、今のうがい薬を使っていきましょうとね言われました。という感じでしたね。いやー、もうしかしね、溢れたこぼれた、消毒液はね燃えるように痛かったですわ。なんなんやろ、何の消毒液使ってねなんてこう、ね、聞きたくなるぐらいなんですけども、イソジンやったらあかんかったのかな。イソジンやったらね、うがい薬であれ結構な消毒液やけど、染みないイメージはあるんですよ、ほんまに。だからイソジンじゃないんかな、何でイソジンじゃなかったんかなって思ってるんですけど、まあ聞いてないからね全然わかんないんですけども、ほんまに今でもね舌にこう溢れた箇所、こぼれた箇所っていうのはですね、変にヒリヒリしてて、こう別の違和感がね残ってますね。今でもこうなんかね普通に麻痺してピリピリしてるんですけども、そのこぼれた箇所っていうところっていうのはヒリヒリしてます。んでね、まあ、その今回も柔らかい蓋を押されてるので、まあ、次回もきっと今回と同じようにですね、削られてグイグイ押されて消毒液を入れられて、ね、というね地獄をね見るんだと思います。まあね、今のペースで治療を続けてたら、治療とね点検、治療と点検、治療と点検っていうのをこの交互にやってるので、ひょっとしたら次回は点検だけかもしれませんね。今回治療やったんでね。まあでも今回の前ようなんですよ、地獄をねまた味わうと思ったら、まあ、交互にしてくれた方がね、僕の心は嬉しいですまあ体はね早く治ってほしいから早く治療してほしいんですけども、その治療が激しすぎるってのはねやっぱ嫌ですからね。もう誰だって嫌だと思います。もう皆さんだってね嫌でしょう、激しい治療なんていうのは。まあね、次回の予約は3月の半ばなんで、その日はね他の科もある日なんですよ。だから長丁場になるからこそね、点検だけであってほしいと願っております。で、まあ、それまでねこう深く穴が開いてるところをね、歯の蓋がですよ、まあ、全部取れないことをね願って頑張ります。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。